ロシア社会主義連邦ソビエト共和国運輸通信人民委員部はロシア社会主義連邦ソビエト共和国の人民委員部。主にロシア社会主義連邦ソビエト共和国の鉄道やその他の輸送活動を管理する機関として1917年から1923年まで存在した運輸通信人民委員部はもともと1917年10月26日 グレゴリオ歴11月8日の第2回全ロシア労働者兵士代表ソビエト大会で鉄道人民委員部として設立された。ソビエトにおける最初の人民委員部であり、同大会で宣言された人民委員会議設立に関する命令に基づく。後に、鉄道人民委員部は内陸水運管理局の管轄権を委譲され、運輸通信人民委員部に解消した。 しかし、1918年2月27日のロシア、社会主義連邦ソビエト共和国人民委員会議命令によって、水路関係の管轄権は国民経済最高会議に帰属することとなり、運輸通信人民委員部は、鉄道の管理と鉄道輸送組織を管轄下に置いた。1921年以降、自動車や入馬車、路面電車での輸送、その他の二役、 運送業務などが、運輸通信人民委員部に移管されていった。1921年12月9日、フェリックス・ジェルジンスキーの主導により、全ロシア中央執行委員会及び、労働、国防会議による、法令、倉庫、貨物上や、貯蔵室並びに鉄道及び水上交通網の施設保護についての採択が行われた。これを受け、運輸通信人民委員部では、 鉄道施設、貨物や旅客列車などの鉄道、通信網に対する大規模攻撃を避けるため、武装組織の整備が行われるようになった。1923年、ソビエト社会主義共和国連邦の成立によって、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国運輸、通信人民委員部は、ソビエト連邦運輸通信人民委員部に発展的、解消された。ありがとうございます。